はい、どうもくんです。今回はこちらですね。鉄、え、道、ー、コレクション、えー、パッケージモデルになってます。えー、国鉄70系の、えー、スカ色の、えー、中央再生仕様4両セット。こちらを加工していきたいと思います。えー、前回の、えー、クモハ60のハマ、えー、線に引き続き えー、視聴者さんから頂い,いたものになるんですが、こちらを、えー、続けて、えー、整備を進めたいと思います。えー、昨日、公開しました、あの、クモハ60と、えー、合わして、えー、このスカ色、半和線で走ってた車両でして、えー、なんかね、いろいろね、故障とかあった時に、この戦闘とかを、えー、クモハ60と交換したりとか、 このモハをね、なんか、えー、モハ73とかに交換したりねしてますので、えー、その辺のね根血を楽しむために、えー、この70系必須だと思いますので今回あのくもは60ができたので早急にこれを整備していきたいと思います、えー、TM1720m 級の B の2です、えー、これを用意しました で、なんで B なのかというと、えー、ここに書いています、えー。B というのは16ミリという車輪間隔を持っています。これですね、ちょっと広いと思います。で、多分これ、スペーサーとかの説明がなかったんですけど、とりあえず今つけて、この、S0 っていうのかな このスペーサーが、えー、この70系には合いましたのでこれをつけていきたいと思いますでもこの際 TN 化をしていきますで床下機器はもうこのままえっ、ー、と横移しですねまずこう向き 入らんかった多分ここかなですねはいえ次にこれです、えー、台車枠これをつけていきます ひとまず、えー、全部ランナーから切り離しますよいしょじゃあもうこのままポン付けでいけます よいしょ。よいしょ、お。えお、ー、もりの取り付けです。もうおもりは。このタミヤのミニ四駆用を使うんですけど。最近あの。えー、ライブ配信の時に九千系。ええー、何回ですね。何回九千系が。 重さ負けして脱線してたんで、ちょっと重りの量を増やします。このぐらいだったら大丈夫でしょう。4ぐらい。22の4で。これは1.5ちょっと多いんですけど。3。これぐらいこういう感じでいきましょう。これを両面テープで貼ります。台の裏。 ここです天井の上ここにね貼りますちょっとここのねこれが当たるんや、ね、ちょっと加工ですねものが大変ですねこれこここう斜めなんですねここがこれが当たるんや、ね、ここをカットしてどうでしょうか あ、大丈夫そうこれならうんまあなんとかって感じですかねあーこのティー色のこの穴が邪魔 <laughs> これはもうこのまま切りましょうかよいしょこれで入ったかな ああ、いい感じですね。入りましたね。これでね、あのー、スポーク車輪と TN 化、ね、焼、えー、けてます。この、モははそのまま大丈夫でしょう。モハは今、TN 化してましたんで。はい。 このね小型 TN なんですよね、これ。だからこれは大丈夫ですね。はい。つなぐことはないでしょうけど、一応連結しとこう。うん、連結世間も良好ですね。よし。ウェザリングマスターと、この、100均で買ってる、えー、化粧品売り場にあるアイシャドウっていうやつの、 ペンこれを使っていきます。で、えっ、ー、と、前と同じ工法ですので、一回この60、60系と同じ、グロベンを全部外すと。この作業をまず始めて、この車両も、 何回、えー、1521のように、えー、このおでこがめっちゃ汚い車両です。だからここを重点的に汚すことで、えー、よりリアルになる車両だと思います。 これはもうまっすぐ確実に入れた方がいいですねはいこんな感じになりましたちょっとねこの墨入れもね、えー、次回の動画でやっていきましょうはいえっとこれでね、えー、4両の走行、えー、カーパーツ取り付けと えー、屋根のウェザリングだけ終わりました。あと tn 化ですね。えー、全車両 tn 化。これが完了いたしました。ちょっと今回もね、時間の都合により、これでちょっと終了となります。えー、次回は、これですね、ここ、パンタグラフ、えー、取り付け。これトミックス指定のものをちょっと付けます。 えー、0224の、えー、PS13 型をつけます。これで、えー、いきたいなと思います。で、えっ、ー、と、その次にもう違う車両も一気にやっていきたいと思います。これです。えー、Twitter でも言ったんですけど、えー、73系の、えー、中間車両。えー、模波72型と左波78型。これを組んでいきます。 えなんでこれ買ってきたのかというと、なんとこれの、えー代替車両として繋がったことがあるらしいので、えこれを、この真ん中にぶち込める車両として、え買ってきました。さあ、これも、えどうなるかですね。えと、これが出来上がって続けて、この、モファー、 72、サハ78やっていこうと思います。はい。というわけで、今回は、鉄これの国鉄70系のスカ色の TN 化走行化パーツと屋根のウェザリングについての動画でした。画面の概要欄よりチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。 また高評価、グッドボタン、Twitter、Instagram のフォローもお願いいたします。